兵庫県立宝塚北高等学校は兵庫県宝塚市にある兵庫県立の高等学校である。宝塚学区内にある4つの県立高校の中では最も新しい高校である。設置学科は普通科と演劇科、グローバルサイエンス科。参加が奏でるハーモニーをスローガンとしている。演劇科、グローバルサイエンス科は喧嘩全域から出願可能であり、普通科も 第2学前行きから出願可能である。一部塾講師館で阪神トップ4と呼ばれる進む学校の一つである。演劇科は公立高校としては日本で最初に設置されたものである。また、普通科内に専門コースとして一般的に理数系にあたる普通科グローバルサイエンスコースが設置されていたが、平成26年度より学科に昇格し、 グローバルサイエンス科が新設され、同校は三学科体制となった。同校在学中に、宝塚音楽学校に合格する生徒もおり、宝ジェンヌを比較的多く輩出している。演劇科設立時またその後も、山崎正和が演劇科に携わってきた。創立10周年を記念して1994年に制定された校歌は、メロディーが次々と変調し、歌詞も、 宇宙船、多面体などが現れ特徴的である。歌の後半に突然リズムが変わり、前腕に共通して、ルルル、だから、ラララ、宝塚北高校、ここにで締めくくられる。効果の作詞は、明浜佐氏作曲は、三木実である。兵庫県教育委員会兵庫県、公立高等学校の通学区域。ありがとうございます。